注目してくれ。それではニューバトル枠をかけた戦いです。まずはこの子の登場。ルシア、スロバキア。93年6月1日生まれの24歳です。スーパーボール72年に優勝しています。で、2010年から2016年までは3年連続でファイナルに進出してくる実力派。そしてこちらロシアのリリアン。対するはロシアよりリリアン。2018年の J リーグが開幕しますけれども、コンサドーレ札幌のユニフォームを着てます。ロシアはワールドオープンフィメール、ロシアから唯一の参戦。去年のスーパーボール2017にも出場しています。ロシアのバトルのダークホースとして今大会上位進出を狙うロシアのリリアンです。ちょっとあの白い恋人のこのスポンサー名が入ったユニフォームは嬉しくなりましたね、今ね。そうですね、僕も思いました、ねえ。はい、海外の人がこう日本の有名なお菓子の名前を背負ってくれてるとすごい嬉しいですね。ですよね、ちょっと親近感が今湧いてきましたね。そうですね、これも作戦なんですかね。なるほどね、あのファッションとして単純に好きだった可能性もありますけれども、ただ本当に嬉しいですね。そうですね、あのフリースタイラーの この服装なんかも特徴が出てきますよね。そうですね、自分の表現したいものが難しさだった場合、こういうトレーニング用のウェアを着ることが多いんですけど、はい、かっこいいものがやりたいとかシルエットを気にし始めると真空になり始める傾向があります。なので、バトル1に登場したモイケイなんかはね、デニム履いてましたもんね。そうですね。さあ、今度はスロバキアのルシアです。世界ランキング2位。関節柔らかいですね。今ちょっと驚きましたよ。今のは普通の人なら失敗してる場所にボールがセットされたんですけど、よく拾ってますね。リリアン、おー、ナイス。最後の技がちょっとだけ難しい技ですね。ファンの方、このリミットルームに集まったオーディエンスもよく分かっています。難しい技が決まるとより歓声が大きくなります。さあ、ここでまたルシアにスイッチ。今どこが良かったですか。最後のジャンプしてまたぎ技をやったところが、基本技の中に最後難しいので締めるということで、かなり使い方が上手だなと。ターンまで終わっていますけれども、ヒロケさんどうでしょう。いやー、ルーシアの安定感がかなり目立ってますね。さあ、そして最後のターンになります。ロシア、リリアン。制止されるって意外と地味なんですけど、はい、でも意外と難しいんですよね。意外と難しいんですよ、緊張して足が震えたりするんですけど、そしたら乗らなくなってたりするんですよ。ですよね。おー、これは美しい。ルーシアらしい技が出ましたね。こういうしなやかな体の使い方とか、綺麗なシルエットを出すのが上手いフリースタイラーです。女性らしさが前面に出ています。そうですね、候補に挙げられているスロバキアのルーシア。終了。女子のファーストラウンド
対するはレッド T シャツスロバキアのルーシアのバトルでございました。この1回戦の最後の戦いが終了しましたが、ヒロケさんどうです？これがフィメールバトルの、やっぱり常連組が安定感を見せて勝ち上がるっていうのが1回戦でちょっと見れましたね。さあ、それでは注目のあまりですね、完全返しは起こってないんじゃないかな。そうです、ここまでの世界ランクが上位の選手が勝ってますね。そうですよね。ウィナーはルーシアです。3対0。ただ、常連組があのオリジナル技とかビッグムーブを温存した状態でみんな上がります。